はい、戦国武将紀行、渋川義兼公、義兼公夫妻の墓があります。ここは現在のですね、蕨市にあります宝珠院さんですね。宝珠院さんというあのお寺の名前はですね、当然の渋川公の墓と書いてます。この渋川義兼公がですね、の戒名ですね、こちらに書いてありますね。この方はですね、足利一門で本来関東に来る方じゃなかったんですけども、まあ、その辺をちょっと話しながらですね、で蕨城ってあるんですけど、それは少し離れたところにあってですね、まあ、ここも広く言えば城の、まあ、かなりちょっと離れてるんで、まあ、一部ではないかもしれませんけど、まあ、こちらはまあ菩提寺ということで、渋川公、渋川義兼公のことを言ってますね。宝珠院殿は、上総、この三船山の戦いっていうのはこれ里見氏の戦いだったんですけど、この時に戦死してるんですよね。でその死の死にかなんだ、龍体院殿春名湖っていうのは上州の春名ですね、そこに入水者で龍神となりて、まあいわゆる雨乞い伝説かもしれませんけど、あそうですね、雨乞い伝説ですね。春名さんの雨乞い行くと雨が降ると、まあ、いわゆる龍神伝説ですよ。で龍体院殿の、石碑というか一緒に墓碑がですねここにありますので、見てみたいと思いますね。でこの奥様はですね、同じく室町幕府で活躍した山名家の娘さんですね。はっきりした父の名前は分かってないんですけど、山名武前守だったかな、まあ、要するに山名宗禅の一族ですよね、西日本に派を唱えた、その方の一族で、まあ、いわゆる、まあ、これ足利氏ですから渋川氏は、まあ、いわゆる政略結婚のような形なんでしょうけど、まあ、お互いに名門家ということでですね、龍体院についてはちょっとはっきりしたことは私もわからないんですけど、ちょっと詳しいお名前とかですね、ここにご夫妻のお墓があるということだけは知ってたんですけどもね、ちょっとそれを見る前に見てみますかね。ちょっとこう思って金峰山ですかね。門がねすごいちょっと古いんですけど、すごいこうなんですかね、いい感じです。まあちょっとお寺巡りというわけではないんで、まあ周りはですねこのような、お寺の周りをですね、住宅が囲んでいるということになります。でまあ、この本で、足利の門が入ってますね。家紋がしっかり入っていると。だからちょうど私が見ている方向が、こっち、もう少しこっちかな。これが蕨城の方向になりますね。まあ、少し南西、南東かな、少しずれている形になりますけど、そちらにこのお寺と、まあ、蕨城の城主でもあったですね、渋川公の墓があるということになりますね。まあ、正面の参道は、まあ、今きれいに整備されてこのような形になってますね。はい、こう町はね、まあ、都市化して大きいんで、まあ、かなり、城下というよりも、まあ、城下町なんですけども、その中世の城下町ですからね、江戸時代、ここに大きなお城とか藩があったわけじゃないんで、そういう意味では少し話がずれますけども、まあ、中世、ちょうど室町期の戦国時代に入った、入る直前というか、もう要するに応仁の乱の引き起こした、関係の方の一人になりますので、まあ、この方はですね、まあ、ちょっと出生もですね、はっきり言って父が義俊っていう方になってるんですけど、まあ、多分実子ではないかなと思うんですよね。この時代は特に足利家なんか養子縁組とか多かったですから、実子でなくてもですね、渋川義俊公の子供だということになってて、おそらく養子、まあ、いとこの三直って方がいるんですけど、多分年齢的なことがねちょっとはっきり分かってない。この人出生も没年もはっきり分かってはいないんですよね。まあ、この戦いで亡くなってるんで、亡くなった年は分かってますけども、お生まれがちょっとはっきりしてないのと、その親族ですよね、お子さんとかいとことか、そういう親族の関係の方もちょっとですね、年代がわからないという方もいますね。まあ、それにこの関東にね下ってきた理由っていうのも、そもそも渋川氏というのは、まあ、中国地方、九州地方とか割と西日本で活躍した武将なんですよね。まあ、足利家以来の足利の名門なんですけども、まあ、関東で室町幕府になってからですね、本来は
この方はですね、ただ元はその関東に来る前っていうのはどうだったんですかね。その結局影響の乱を鎮圧するためにいろいろ関東も堀越久保とか来てたんですけど、まあ、そういう京都方面からですね、こちらの地域に関東に赴任してですね、こちらの在地の豪族をまとめるとか、まあ、わらびですから北関東とは言いませんけど、まあ、江戸よりは北の方で、まあ、当時太田道灌とか上杉氏が活躍してましたから、川越城とか、まあ、近くて言えば岩槻城とかですね、まあ、そういった方に抑えが効く場所としてこのわらびというところを選んだんだと思いますけども、まあ、割とこう武蔵でも東武蔵の方になりますけどもね。さっきのその父親の話ですけども、その三頼という方はちょっと私はよくわかんないんですけど、まあ、義俊公の実子でないとするとこの三頼公の、実子で義俊公の、要は養子になったという考えの方がちょっとすんなりいくかなと私はちょっと思っているんですよね。というのは三頼公がその九州短大とか活躍している場所とかですね、年代もほぼ合ってますし、まあ、ちょっとどうでしょうね、三頼公が武蔵二郎って名乗ってるっていうのもね、まあ、ちょっと武蔵って関係ないかもしれませんけど、もしかしたらなんですよね。だから渋川氏はそもそも足利の一門で本来は関東に根付いてもいいような武将だったわけですよ。まあ、それが一色氏とかもそうですけど、本来はこちらにですね所領を持ってたという関係で、まあ、一色氏も丹後とかですけども、結局室町幕府になってからですね、まあ、皆さん京都もしくは、近畿圏あと西日本での活躍もやっぱり目立つということになりますよね。ちょっと吉金公のその若い頃っていうか前世がちょっと不明といえば不明なんですよね。要はその名目上の関東管領じゃないや関東執事ですね、ということで下校してますので、まあ、将軍名代とでも何とでも言うんでしょうかね、まあ、同じ足利一門なんて。で最も著名なのはこの方の実子である、柴家に養子にいた義門公、この柴義門という方がこれまたですね応仁の大乱を引き起こした、お家騒動の、一端を担っているという方の一人になりますよね。ですから、その、まあ、実父というよりもその、まあ、実地なんですけど、その柴家としては養子の、義父ということになりますけども、要するに三管領家のですね、まあ、本来柴氏というのは筆頭になりますから、それを引き継ぐということで、まあ、足利一門の、まあ、要するに子供さんが小さかったりですねいても相続ができないような状況だと、まあ、この三管領家はじめですね、まあ、畠山氏もそうですけども、そういうところがですね